声優さんとしての初めての仕事っていうのはいつぐらいだった、はい、多分ですね小学校の低学年ですか、うん、1、2、3年生そのくらいの時にアニメをやってって感じですね。早いよねやっぱりですね。自分でも多分よく分かってなかったと、その頃はまだ意識がなかったかなと、うん、でもすごいよね。普通の子だったら小学校1年の時にそんなことできないもんね。いろいろです ね、 ね声優さんを目指そうと思ったきっかけは、うん、まあ劇団に入ったことだと思うんだけど、その劇団に入ったきっかけっていうのは、劇団に入ったきっかけは 2,3 歳の時に両親が僕を舞台に連れてってくれて、劇団四季の、うん、でその舞台を見に行った時に、うん、こうじーっと真剣に見てて、うん、ああ入れたら面白いかもなと思って、たまたまそういうの見つけて入ったら、たまたまそういうのになって、すごいね。そんなちっちゃい時に、うん、真剣に見てるってことはそれだけ、うん、面白かった。でもその歌が頭に残ってますからね。あ、本当に。はい、うん、そうです。え、じゃあその声優さんの今回の大輔の声優っていうお話にどういう感じで、きっかけというのは、うん、聞いたんですけど、うん、監督と原作者の杉崎さんが、うん、あの大輔の声のイメージが僕に合ってるかなと言ってくれたらしいので、うん、お二方とも、はい、まだその打ち合わせとか話をしてないで、うん、二人とも別々にそう思ってくれたということです。すごいね。それでその話が来て、うん、ぜひやらせてくださいって。やっぱそれは本当に合ってたんだろうね、大輔っていう役に。すごいね。嬉しいですね、本当に。あの時は感動しました、本当に。うん、それが決まったのが大体受験シーズンとか、うん、ああそっか、そのぐらいに来て、うん、そのためにも絶対にという受験勉強にも火をつけさせてくれたっていう、うん、あそっか、すごいね。高校に上がって、まあその勉強っていうのも変わるよね。だけど勉強と仕事はもちろん両立させていく、両立させていかないと大変ですかね。高校は義務教育じゃないから、勉強しないとそのまま留年なんてことやった両方とも中途半端に終わってしまうような気がして。それはね、よくないよね。宮本君はどうですか。まあでも僕も両立はしていくつもりで、うん、どっちかできなければもう一歩もできない。何か捨てればもう一個の方が余れるかって言ったらそうじゃないと思ってるし、そうやって思うことが励みになるよね、ちょっと。そう、はい、はい、宮本君は音楽始めたきっかけっていうのは、4つの時にピアノを、まあ、親が勧めて習い始めたのがきっかけで、で歌は本当にその段階でピアノを進めていく中で好きになっていって、でまあそれがどうしても何か歌をやりたくてしょうがない時期があって、うん、それで歌の教室に通い始めてっていうのは何歳、高1の時。あ、じゃあつい最近だよ、ね、今の僕と同じ年ぐらいで。そう、そこの教室に今回オープニングの歌う男の子を探してるっていう話が来てて、でちょうどその話が来た時に自分でデモテープをまあちょうど撮る機会があって、それが手元にあったので、それをじゃあ送ってくださいって頼んで、でそれを聞いてくれたアニメの監督さんが、やっぱりそれもな、大輔のイメージっていう感じで似てるんですかね。まあ自分ではやっぱりわからないところってあって、なぜ自分が今回この歌を歌うことになったかっていうのはまだ飲み込めてない部分はあるんだけども、うん、僕もそうです。あ、やっぱりそう、そう、合ってると言われても、うん、と本当かなと。そうだよね、うん、自信もなくちゃいけないんだよね、うん、それ持ちながらなんで自分が選ばれたんだろうってことをずっと考えてれば、うん、それに少しでも近づこうっていうか見つけていこうとする努力が、うん、何かに繋がるんだよね。いつか見つかるかもしれないし、うん、はい、普段やっていること、その歌う
ためにというか、うん、やっぱ健康管理だよね。うん、一番は健康ですね。うん、それとあとは感性を広げるっていうか、うん、やっぱり思いついたらその時に何かに書いてるとか、うんね、増やすことはずっとやってって、でそこでいらなかったら消していけばいいこと。そう無駄になるのは、うん、そのスペースだけ、そう書くスペースだけ、書くスペースだけ、それだけだから、うん、やって気づいたのが、あ、これ書いてることっていつもたまに思うことじゃんっていうのが多くて、あ、だったらいつもその時に書いとけばよかった、うん、そうだね、うん、将来はどんな風になりたいですか。うん、やっぱりずっと思ってきたのは役者。最初は小学校までは、小学校中学校はずっと舞台やってたから、舞台でどんどんなんかいろんなことやっていきたいなって思ってたけど、うん、今はどんどん幅広くなっていって、うん、やりたいこともどんどん増えていったし、うん、だからやっぱりここで欲張っていかなきゃ、遠慮すると、うん、後で後悔したくないっていうのがあるから、うん、何でもできる役者、うん、そうなりたいですね。なるほど。いろんなところで活躍して、うん、いろんな人に知ってもらって楽しんでもらってっていう、うん、そういう役者になりたいなと思ってます。はい。逆に宮本くんはどうなりたいですか。大きく将来のっていうのと今のっていうのと2つあって、うん、やっぱり今は一人の表現者として自分を確立していくっていうか、自分の作品をどんどん出していきたい。ああ、そう。うん、でも大きく言うと音楽にとらわれるだけじゃなくて、うん、僕も声優さんにはすごく興味があるんだけど、うん、声優さんだって音楽って言えるしですね、演技だって音楽、音に関われば、うん、だから今まで僕は音楽っていうと楽器と歌とそういう世界が狭かったけど、うん、自分のやりたいことを限定するんじゃなくて、うん、声に関わる仕事は全部音楽だと思って、いろんなことには挑戦していきたいなと思ってます。はい、わかりました。はい、ということです。